はい、皆さんこんにちは。ねやです。坂です。エイティブログです。私たちは名古屋の中村区に来てます。ここの有名な喫茶店に行こうと思ってます。テレビでも紹介されるような名物喫茶店でございます。そう。で、なんで有名かというと、なんかすごい面白いいくつかのメニューがあるからよく紹介される。でも僕もレナも行ったことがないので初めてです。そっちに行っていろいろ私たちもディスカバーしながら皆さんに紹介したいと思います。地下鉄の東山線中村日赤から歩いてます。ここだよ。あ、着きましたか。今かと思うよ。あ、これこれすごいよ。ユニークなコーヒーを研究して創業70年。お、70年前から出てる、ね、コーヒーコーヒー喫茶続き。マンションの一室みたいな感じ。あれ本当になんかマンションのアパートの2階とかにあるの。見つけた見つけた見つけた。入り口に芸能人の写真がいっぱい。あと全部のスペースがなんか花で溢れてるよ。めちゃ混んでます。全部の席埋まってるので街です。席に着きました。まずは何かをメインで食べて、その後で何かのデザートを食べるって感じ、うん、そうしましょうか。いろいろメニューを見てます。モーニングメニューがオープンの時から11時までやってる。朝だけだね。私たちには無理だね。朝だけのモーニングメニューです。で、ここにフラペがある。フラペチーノ。あ、その、そう。だね。スタバでよくあるフラペチーノ。そうそうそう。いろんな味がある。でも変なものもあるよ。見た？キュウリとかあるよ。そう、トマト、キュウリ。で、ランチメニューもめちゃくちゃいっぱいありますよ。喫茶店だからパンがメインだけど。サンド系で言うと、焼き卵サンド、カツサンド、ハムサンド、フルーツサンド、全部美味しそう。で、サンド以外にもチキンロールとかハンバーグとか、うん、バラエティセットとかって、ね、すごいね。ホットケーキもある。ソフトドリンク、いろんなジュースがあって、マンゴーとかイチゴとか、また変なキュウリとか。ここにもキュウリある。キュウリジュース。誰が飲むの。ちなみにこっちのコーヒー見た。梅干しコーヒーとかあるよ。飲んだことないよ。梅干しをコーヒーに入れる。あとは生姜コーヒーとか。で、こちらはデザート。レナ社長のデザート。デザート、デザート。デザートもすごいね。いや、もうさっき10種類以上待ってた時に、そのパフェを運んでた時にこれぐらい。でかいよ。なんかこれぐらい。船のさ、めちゃめちゃでかい。なんかフルーツがたくさんあるのがここのお店の特徴だと思うよ。うん、確実に1人で1人前は食べれないので、2人でシェアとかしないと食べれないボリュームのパフェです。うん、そう。食べ物は、ロックムッシュと、あとハンバーグロールセット。で、食後のデザートとしては、抹茶のパフェ。抹茶のパフェですね。コーヒーは、あのこうテレビでよく出てる、あの上からやってるやつ。あれはね、カフェオーレ。110円プラスで今もやってます。カフェオレ、はい、はい、お願いします。ちょっとね、出すのにお時間かかるから。あ、大丈夫です。全然大丈夫です。はい、お待ちくださいませ。やった。100円プラスでやってるんだ。110円プラスで、あのアトラクション、まあ皆さんまだ分かんないと思いますけど、後で動画にします。すごいね、ハンバーグ。ハンバーグっていうよりはさ、フルーツがメインなプレートになってるよ。あれだよ、注文しすぎた。半分以上分かる。フルーツ乗ってる。食べていいよ。ハンバーグロール。あ、いいよね。パンもふかふかで温かくて美味しい、うん、そう。これ絶対食べきれないと思うよ。大丈夫、大丈夫。だから言ったじゃん、2人で1人前のご飯と2人で1人前のパフェでいいんじゃないって言ったらね、社長が、いや、私は食べれる。食べれる。食べれないよ。
サラダと。サラダと、次はお肉。野菜じゃないわ。フルーツ入れてみたら。入れない。入れるわけないでしょ。うん。ハンバーガーみたい。早速食べ終わったね。なんか一瞬でなくなったね。じゃあやっぱりいけるでしょ。うん。いける気がする。だからフルーツがすごいけどね。うん。まあでもフルーツってほぼ水分だから。おお、だクロックムッシュ。はい、わ、すごい。めっちゃ美味しそう。はい、全部食べれる自信が今またなくなりましたね。めっちゃチーズカリカリに乗ってるじゃん。すごい美味しそう。カリカリに焼いたパンにチーズが。うん、美味しそう、美味しそう。これチーズで焼いたやつにチーズとハムが挟んだバゲット。でこっちのバゲットは卵サンドだね。卵バゲットだね。あ、じゃあ違う種類だね。いいじゃん。いいね。味が変わって楽しめるじゃん。うん。チーズたっぷり。うん、美味しい。これは手で食べよう。すごいじゃん。うん。カリカリだね。そう。本当にバゲットだよ。美味しい。うん。まあグラタンじゃん。あ、そうだね。そうそうそう。イメージはグラタンみたい。グラタンの下にカリカリのパンを置いて、その上にグラタン。乗っけてて、それが口の中でとろーって広がる感じ。こっちも良さそうね。うん。こっちはこっちでさっぱり。うん。めっちゃゆっくり。お願いします。はい、お疲れ様でした。いつか倒れますって。早めに食べないと。なんかのタイミングで、ウィー。今地震が来たらすぐ倒れます。見て見て、倒れてきた。倒れてきた。食べていいよ、食べていいよ。さあ、どうぞ。こっち見て。すごいじゃん。あんなに生クリームの一口いっぱい食べたことないよ。甘っ。マジですごいね、この下のさ、コーヒーと同じ高さでしょ。同じ高さぐらい。もう今一口食べてこれだから。すごいよ。気をつけて。無理じゃない。もうバコーンって倒れてくるよ。危ん。これが倒れるかと思ったらバナナが倒れてきた。よくキャッチできたね。そう、危な。忍者のようなリアクションだから。まあいいや。はい、なできないよこれ。切ればいいんじゃない。あ、そう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 。スパッとで、バナナにのせて、よいしょ。おいしい。はい。うん。次はいちご。もうパフェいらないじゃん。これがパフェじゃん。これはパフェだね。すごい、うまい。うわ、いちご。いちご生クリーム。それが美味しいでしょ。めっちゃ美味しそう。うん。このいちご美味しい。甘くて美味しい。来ました、カフェオレ。これも邪魔だね。これ邪魔だね。こっち置いとこうか。そうそう。ぜひお二人ともこれからもお幸せにということでね。ありがとうございます。ちょうどよく飛んでくるかもしれない。大丈夫です。よろしくお願いします。はい、いきますよ。じゃあ実証世界一高いカフェオレです。うわい。あ、めっちゃ飛んでる。すごい。なんか中でめちゃめちゃふわふわしてるよ。踊ってるね。高っ。滝になってるじゃん。もう全然カメラのアングルにも入らないよ、高すぎて。すごっ。
ありがとうございます。すごい。よし、ちょっとね、仕上げます。で、これね、なんで脚立から注いだかというと、ちょっと見ててくださいね。いきますよ。脚立から注ぐことにより、はい。続いては、おもこになる。ふわっとしてる。すごいふわっとしてる。ふわふわ。これは本当に脚立から注がないとできない泡だよね。すごい。ふざけてるだけだと思ったら大間違い。ありがとうございます。ありがとうございます。ふわふわだね。見てこれ、もう全部のふわふわがなくなる前にふわふわを食べようか、ね。うん、ふわカフェオレ、うん、普通は本当になんかミルクフォームでしょ、うん、これはコーヒーミルクフォームだから本当にこうしないとできないと思うよ。一番日本で一番高いところから注いだコーヒー、それ、うん、あふわふわ感感じる、うん、ミルクコーヒーだから私に合うよ。半分コーヒー半分ミルクでしょ。甘いもんね、うん、そうそう。これで混ぜれるよ。あ、生クリームが混ざってますね。どんどん甘くなっていくね。そうそうそう。今はちょうど美味しい。皆さんお忘れではないでしょうか。ここから抹茶パフェが来ます。今あのお母さんが抹茶パフェ作っていいですかって。ああ、抹茶パフェ楽しみだね。さっきあのキャンセルするチャンスあったよ。レナ社長がいや食べる。食べるよ。言いましたよ。もうでも本当にお腹の半分ぐらいは今生クリームだね。そう。やば。あんなに大量に。逆になんか今さっぱりしたものが食べたいかも。例えば何？すっごいさっぱりしたレモンとか。レモン丸かじりでいって。さっぱりしたもの。あのパフェの皿が一応届いたけど。今パフェで頑張ってお母さんとマスターが作ってくれてると思うけど。あのどん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 お腹の中で生クリームが膨らんでてどん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 血糖値が上がってお腹いっぱいになってきてる。私もやばい。さっきは食べれる気がしたじゃん。今は食べれる気がしないよ。やばいよ。ちなみにさ、このウインナーコーヒー皆さんいくらだと思います？これもう普通に1200円をすると思ってた。ねえ、俺1000円ぐらい取ってもいいかなと思ったら550円。利益出る、大丈夫。だからでもこれもそうでしょ。あのパフォーマンス高くないでしょ。私普通にこれも多分600円とかなんじゃない。あ、カフェオレ550円でプラス110円パフォーマンス代だから660円。あれ大変でしょ。あれが遠いでしょ、キッチンが。一歩ずつゆっくり倒さない。でも意外と丈夫だよ。さっきなんかこうテーブルが揺れてもこう揺れたけど、ね、なんか結構スティッキーだから、そう、うー揺らすのも面白いよ。来ました、抹茶パフェ。めちゃめちゃ美味しそうだよ。よかったね、あのホイップクリームがさ、なんか少なめっぽい。抹茶のアイスがドカーンってきてるね。いろんなフルーツがまた乗ってて、これは食べれそうだね。ね、あの抹茶アイスが、抹茶ちょ待って、はい、ごめんなさい。YouTuber はまず最初にカットを取らなきゃいけない。一口ちっちゃ。気持ちが流れとる。ちょっとさっきまでの勢いで動いたの。うん、美味しい。まあ、さっぱりしてるからよかったね。ここでなんかプリンパフェとかっていうさ、はい、終わり、どうぞ。キットカット食べよう。あ、豆も入ってる。あ、落ちた。豆を落とした。はい、これをどうぞ食べて。とうとう最後まで来ましたよ。そうだよ、これも、うん、最後の最後までうまかった。やっぱり生クリームは無理だ。生クリーム恐怖症になった。その1日で。
はい、食べて。うん、ね。多分俺もうあと1年間生クリームいらんわ。今日1年分の生クリーム食べた気がする。そうだよ。ね。ごちそうさまでした。いや、でもここは食べるだけじゃなくてエクスペリエンスだから、うん、みんなね、あのインスタのカメラでこうパシパシパシって撮ってインスタ映えだね。気持ちすぎたね、結論から言うと。分かりました。行きましょうか。ちょっと外歩かなきゃいけない、ね、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。あ、食べました。うわ、なんかもうずっとあれだよ。お腹が重たい。生クリームの味が多分ね、僕ら残ってる。頼みすぎましたね、確実に。イエス。パフェだけとかね、ウインナーコーヒーとご飯とかね、ちょっと欲張りすぎましたね。はい、それはこのカフェにいろんな魅力的なものがたくさんあるから。まあそうだね、注文したくなっちゃう。まあ、紹介動画としては良かったじゃないですか。いや、周りのテーブルの人もみんな食べて、あの注文しすぎたよ。あの、そう。私たちだけじゃない。皆さん来るときは気をつけましょう。自分が食べれるボリュームの範囲内で一つ一つのメニューのボリュームが多いので、あの、ゆっくり出るので。あ、そうだね、結構時間の余裕を持って行った方がいいです。そう、これでこの動画を終わりにします。喫茶続きは私たちのおすすめです。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。